スモールさんインターネットラジオ。こちらは中小企業サポートネットワークスモールさんがお届けするインターネットラジオです。スモールさんでは現在1600名に上る中小企業経営者が専門家と共に学び成長しています。お聞きの皆様もまだの方はぜひお仲間になってください。さて本日の放送は、鈴木みのりのキャッチナウ。はい、第4月曜日担当鈴木みのるです。そしてアシスタントの永吉翼です。はい、どうも。そういうことですか。はい、よろしくお願いします。どうですか課題の方は。あれでしょ、今年の目標でしょ。そうですよ。今日大発表があるの。何何、史上最大の大ピンチ。大ピンチ、今月まで1回も行ってないの。ヨガもカーディオバーもこれ収録してるのが、19日なんですけど19日ですね。もう19日も経って1回も行けてなくて、ただ聞いてください。何でしょう。先月は本当に、はい、自分でなんか変にプラス追加しちゃった、ヨガ2回も追加しますとか言ってたじゃないですか、はいはいはい、あれちゃんとクリアしたんですね。そして2月末のとあるレッスンが終わった翌日、はい、左手に激痛が走りまして、ね、はい、あれと、はいはいはい、こんな痛みは経験したことないぞと、うんうん、でも、はいはい、ものすごいやっぱカーディオバーとかって運動量もあるし、いろんなところ引き締めるエクササイズやるから筋肉痛だと思ってたんですよ、はいはいはい、そしたらここから上にこう手を上げることが激痛すぎてできなくなっちゃって。そんな。でこっちも無理。あら、こっちも要は上がらないんですよ、はいはい、でこれは世に言う50肩や40肩という類のものかと思い、しかし30代だと。そう、ちょっと早いね。どうしようって言ってて、まあ、結局ね、整形外科、はいはい、外科にまあ行ったんですよ。痛みが尋常じゃないから、ね、というのも友達にマッサージ師さんがいて相談したら、これもし何かの炎症だったりとかしたら、揉みほぐしたりしたら余計大変なことになるから、ね、1回診察してもらえと。で言ったら、ここの骨を支えてるなんとかっていう筋がやっぱり伸びてるとか、その痛めてましたと、炎症起こしてね、いうことになって、それで私はもうシップバーさんですよ。エクササイズお姉ちゃんからシップババーになりまして。なるほど。それでもうあんまり動かさないでって言われたから、ほぼ右手で生活するみたいな。そういうことなんですね。いや、めっちゃ大変だった。あららら。その時に限ってなんかめっちゃ重いもんとか買っちゃったりとかして、いつもの癖でやばい、そうなの、やばい、全部右手で持たなきゃみたいな、まあ、それどうでもいいんですけど、はいはいはい、それもありまして、はあ、でも私その目標もあるから、あるからね、早く行かなきゃ、そうですよ、早く復帰しなきゃと思ってたんだけど、 そこでまた女優の友達に脅されて、はあ、もう治ったかなと思ってから、うん、プラス1週間ぐらい安静にしないと、ぶり返して癖になるよって、そうすると長引くからねって言われて、19日も経っちゃったわけでしょ。あ、それが今なんだね。そう、ナウ。本当はもう今は上がるし、あ、もうね、痛み自体も、うん、もう先週ぐらいにはまあ 薄まってきて全然多分もういけると思うんですけど、うん、ちょっと安静にしようと思ったら、ね、今日までになっちゃって、そしたらあと1週間でね3月終わっちゃう。そう、でも2回だから、フルフルでキチキチで詰めればでもそんなことしたらまた炎症になっちゃうんじゃないですか。そうなの。だから最大のピンチ迎えてます。それ迎えてますよ。どうですか。いや、乗り切ります。頑張ってください。はい、私の方はきちっとあれから翌日からですね、英会話進んでまして、もう4回ぐらいやってますんで順調で、腹立ってきたいや、怪我することないですからね、英会話。腹立ってきた。それで、いやいや、もうそれでね、今ね4回ぐらいやって、だんだんですね、今なんと朝ですね、通勤の時にブルームバーグラジオを聞いてる。何ですかそれ。ブルームバーグ のニュースあるでしょ、英語のニュース。全然知らない。あれを聞いてるんです僕、英語で。めっちゃ意識高い系じゃないですか。めっちゃ意識高くて。何ですか、そんな存在も知りませんよ。そうでしょ。で最近はね、イギリス人なんですけどね、先生が、先生 の話の8割ぐらい理解できるようになってきたんですよ。ちょっと軽く会話できるようになりましたね。これは11月のキャッチナウ。これはね、楽しみ。ちょっと自信が出てきてますかね。あ、でもいいですよね。やっぱ語学習得するにあたって、ちょっと自信持つってやっぱ大切ですよね。はい、恐れず ね。ちょっとね、いけるんじゃないかなと思ってます。あ、めっちゃいいじゃないですか。じゃあちょっと最近習ったことなんか一言言ってくださいよ。それはまた後でね、言わせていただきたいと思いますので、とりあえず長くなりましたけどね、それでは本編いきたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。あなたならどの資格を目指す？
大きくなったら忘れてしまうと思うんです。でも先生に愛されていたんだっていう思いはずっと残っていくんだと思うんです。この手一つで人を幸せにできるっていう仕事、なかなか他にはないと思うんですよ。お客様がどんどん笑顔になっていくので、それをまた見たいと思うから続けてます。誰かを幸せにしたいから、ブラッシュアップ学び。鈴木みのりのキャッチナウ。はい、ということでですね、本日のテーマです。はい、3月ですしね。そうですね、3月といえば何ですかね、はい、やっぱり卒業、まあ、卒業ですね。卒業ということで、うん、まあ我が娘もですね、はい、娘じゃねえ、息子ね、息子も息子もあの中学校を無事卒業いたしまして、ありがとうございます。まあ、4月からね、高校に行くんだはいかないんですけども、はい、まあそんなこんなでですね、まあ久しぶりに中学校の卒業式っていうの出たんですけど、うんうん、あの中学校の卒業式って覚えてません？覚えてますよ。ですよね、はい、で私も中学校の卒業式っていうのは結構明確に覚えてまして、はい、あれそういえば覚えてると思って、うん、自分の子供がそのあの中学校卒業っていうタイミングを迎えたんだと思うと、うん、なんか複雑な気持ちですよ。複雑なんですか？嬉しいんじゃないの？いや嬉しいというか、あの時の私の気持ちを今彼は味わってんのかと思うと、なんだろうっていう、不思議だな。それって何、うん、その子供だ子供だと思ってきた息子にも一つの人生があるんだなみたいなことを体感したってことですか？なんかね、軽くそうなのかもしれないですね、うん、あ彼にも青春がやってきたんだなみたいな、そういう感覚にこう襲われましたですね。私もめちゃくちゃ青春だったな、あの頃。どうでしょう、あの頃ね、うん、ちょうどあのっていうか、あの頃って本当複雑じゃないですか。心中をいつも穏やかじゃないというかそうでしょ、いろんなことにナイーブだし傷つきやすいし、まだ世間も常識も知らないから、うん、悩まなくていいこと悩んでたりとかもするし、うん、そうでしょ、うん、あ、そっか。だからね、あの頃、まあ、我々はちょうどね、はい、校内暴力とかね、いわゆる金八先生のシーズン2の時代ですから。えっていうか何歳ですか？何が？いや、まあ、こうやって、ね、普通にね、食べ物で喋らせてもらってるいやいや、ぎょっとしたなんで校内暴力っていうか、ね、私はだって昭和40年生まれですから、当時かっこいいですから、当時は卒業したら昭和55年とか6年じゃないですか。もう当時もう校内暴力真っ盛りという時代ですから、はあ、ですからもう校舎の窓ガラスを割って歩いたあの尾崎豊が前世ですからね、はい、そういうことがこう行われてた時代の中学にいたわけなんで、その時の卒業式ってやっぱ荒れるんですか？ね、あのほら先行にお礼参り的なありましたよ。おいこらーみたいな。それでねこれこんな話していいか分かんないけど、もういいよね、時効だから。あの我々の学校やっぱすごい校内暴力激しくって、はいはい、学年の中に先生の中に警察官がいたんですよ。どっちなの、警察官なの先生なの？教員免許を持ってる警察官です。そんなすごい人いる？ねえ、いやいや、どっちか一個、いやいや、すごいでしょ、すごいでしょ。で要するに教員免許を持ってる警察官が学年の中に一人担任持ってるのよすごい。で常にあと体育の教師必ず市内持ってるとかね、はいはいはい、あるんですよ、はいはいはい、でそういうのがあって、で卒業式ってなるとパトカーがとりあえず 2,3 台学校の周りをこう、うんうん、囲むというかね、とりあえずね囲むんですよ。で卒業式終わるじゃないですか、はい、でそこ卒業式までみんなおとなしくしてるんですよ、うん、ところが、まあ、卒業式終わっていざもうわっと終わった、卒業証書をもらって校外に出たと。そしたらあの教師に向かって何とか先行出てこいって言うわけですよ。その先生何してるかというと塀の上に立って竹刀持ってるんですよ。何それ、え、めっちゃ見たい、やりたくないけど見たい。塀の上に竹刀持って立ってるんですよ。そうだよ。え、迎え撃とうとしてるわけですか？いやだから何か来たらもう竹刀でやっつけるしかないから何それ、いや何かさ、テレビドラマみたいでしょ。でもね本当にリアルに我々の中学3年生卒業式はそういうことがあったんですね。え、それって決着つく時ってあるんですか？決着つけちゃやばいじゃん。本当に先生をそんなボコボコにしたら大事件だろうし、はいはいはい、先生だってしないでそいつらを全員ボコボコにやったらできないだろうし、いやまあそうですよね。威嚇し合ってなんか疲れたなって言って自然解散するの、はい、なんか私そのどのテンションで殴り込みに行ってどのテンションで
下がってくるのかが全然分かんない。いや、それがね、もうそれで囲むじゃないですか、生徒たちが、はい、わーって出てくるじゃないですか。そうするとやっぱ警察官がちょい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 ってこう、まあ、規制をで、はい、ちょっと帰る、もう解散解散みたいな感じになってもう終わるみたいな。いや、本当ですよね。あったよね、これらね、本当にあったのよ。そういうことが知らないと思いますけど。じゃあ、真面目な人たちは現代とあまり変わらない過ごし方をしたということですね。まあ比較的多分ね、祝典が終わり、はい、まあ、その後マサンさんなんかいろいろ荷物持ったりとかして帰るみたいな、はいはい、そうそう、一応教室でこう担任の先生がね、お前ら元気でなみたいなことはあるわけですよ、また戻ってこいよみたいなこと言うんですけど、はい、まあ、そこまではね、なんとなく普通のほらテレビドラマと同じような感じなんですよ、うん、で終わって校舎、その校庭から出て門から出た瞬間に俺たちは自由だなるんですよ。なるほど、もうここの学生ではないと、ないと、もう義務教育終わったと、よし今までボコボコにされてたから今度はやり返してやるぞ、俺は出てこいって話になるわけじゃないですか。ものすごくね、思考回路が複雑、うん、複雑なんだ。いや、もう義務教育終わったからこそ、うん、そんなことはしちゃいけない。そう、まあ普通はね、もう大人の仲間入りですからね、はっきり言って。そうですね。あ、そんなでしたか。そうです。これどうなんだろう、本当地上波だったらできないんじゃないかって話ですけど、いや、それぐらいね、やっぱ僕らの学校というかね、時代もそうですけど、荒れてましたですよ。その息子さんの卒業式に行かれたっていうことですけれども、はい、いました、そういう荒れてる子。いるわけないじゃないですか。そんなのそれは世代の問題、それともそういう子がいないような学校だっていうこと。あ、まあまあ両方でしょうね、まあ、そういう学校でもあったし、もちろんこんなことあって今大変なことになりますし、まあ今はねもう世の中的に大変ですよ、こんなことがあったらね。で、そのみのるさんの母校は推測するに、はいはい、だいぶ落ち着かれたっていうことですね。母校いるだろうか。今はどうで、まあ、学校自体もそれこそね並行になっちゃってるんですよ。え、あの公立の中学だったの、私はね。そうですか。息子は私立の中学なんですよ、はい、私が出たのはもう本当に東京のダウンタウンにあるですね、あのちょっと名前がそこそこ知られてるような中学だったんですけど、うん、今はもう学校なくなっちゃいまして。それはその人口が減ったり、人口が減ったんですよね。で隣の中学と合併して、あのちょっと可愛らしい名前の中学になっちゃいましたね。いや、それはね、あの、うん、長年続いた怖いイメージを払拭するためにも、ね、一旦壊して、多分そういうことでしょうね、新しくして可愛くする、そういうことだと思いますよ。はい、そういうことで変わりましてね、今回。そんなことがあったんですね。そんなことありましたって、なんかその私の中学の話をしてもあれなんですけど、いやいや、そんなことはありましたっていう話なんですけどね。まあ、でも卒業といえばですけど、はい、まあね、あのニュース見たんですけど、最近のね、最近のニュースですね。そう、なんかその小学校の卒業式に女子生徒が袴を着用でやってきて、はいはいはい、それが賛否両論を生んでると。そうなんですね。これどうですか。私は記事の全貌を読むまで、まあ日本人だし文化だし小学生でもまあって思ったんだけど、記事を全部読んでみると、はい、まあやっぱり否定派かなって思った。なるほど、なるほど。それなんでかっていうと、うん、私自身はずっと制服がある学校で育ったから、制服じゃないもので、うん、それが礼服だから最高のね。そうですよね。で、あの出席するっていうことは全然イメージがないんだけれども、うん、なるほど。世の中はそのあのいっぱいあるじゃないですか、私服の学校ってね。そうですね、公立なんかそうですよね、特にね。あの人たちは自前で用意するわけですよね、うん、一丁羅を。そうですね。その男の子ならスーツであのレンタルしたりのあるわけじゃないですか、はいはい、まあその中にその袴が入っててもまあ違和感はないかもしれないけど、うん、まず高いでしょ、お金かかるでしょ。高いですな。それでなんか、うん、とある地域では女子児童の9割が袴を着ちゃったと。え、で9割袴着てない子は残り1割だったらしいんだけど、そうするとなんかこう貧富の差というか、袴着てない子が自分は卒業式出たくないみたいな話になったりとかするらしいんですよ。ね、でもそれってやっぱ本末転倒というか、ね、その最後の締めくくりとして出るところであって、うん、その別に自分ちのそのお金持ちだってことをアピールする場でも周りに合わせて多大な出費をしなくちゃいけない場でも本来なくて、ただの節目であり、その新しい学年へ向かってこうやるわけですから、そういったことで劣等感を持つ子がいるから袴は全体的に自粛してくださいねって呼びかけてる自治体もあるっていうのを読んで、まあそっちの方がいいのかなって思ったりね。なるほどね。あと小学生の時に袴履いちゃったら大学卒業する時何着るんだっていう、さらにね、もうなんか偉いことになっちゃいますよね。そうだ、もう最後はもう小林幸子さんみたいになるしかないわけですよ。小学校それ来ちゃったら、もうね、小中高大と言ったらね、そう
えらいことになっちゃいますよ。ネタ切れになっちゃうから、宝塚の トップスターがこんな羽羽そう羽をつけてこう扉に見ないでしょ、そんな人見たことないですよ。だけど、はいはい、やっぱりその思うのは、うん、特に女性にとってその例えば大学の大学院を出るってことは大昔ですよ。大昔はその女性が学位を収めるってことは今よりももっともっともっと大変な時代があったと思うんですよ。で本当に社会的にも稀なことだし、当人にしてもご家族にしても本当に晴れの日で、じゃあこの礼装でってなったと思うんですね。だけど今や日本の小学生は多分卒業率ほぼほぼ 100% でしょ。そうですね、そうですね、ね、100% です。そこへ持ってきて、うん、みんなが通るその通過点の一つで、うん、そこまでやっちゃうっていうのは、うん、うん、なんかできない家の人のことを考えると、うん、ちょっとその式典の意味合いが変わってくんじゃないかなと思って、うん、ちょっとね、うんうん、まあみんながみんなねリッチでね、そのお金あり余ってるわけじゃないですからね、うん、そうですよね、うん、やっぱりこう普段義と言わないまでもちょっとした晴れ着でいいと思うんですが、やはりちょっと過度な負担はね、うん、やっぱ厳しいですよね。どう思いますか。あえて言うならどっち派ですか。まああんまり関心がなかったっていうか関心がないんですけどまあでもいや、うちの娘がちょうど去年卒業式だったですけど、はい、まあ、そこの制服はなかったと思うんですけどね、まあ、私服でしたよ皆さん、うんうん、ちょっとあのブレザーかなんか着てね、うんうん、ですからその羽織袴の人は誰もいなかったですね。ああそうですか、はい、女子校でしたけどね、誰もいなかったですね。だからまあその地域というか学校の流行りみたいな、うん、ね、なんか流行りでそういうのあるかもしれないですけど、ね、あるんでしょうけど、うん、まあちょっと過度なそういうものはね、やっぱちょっと遠慮されるとか、もう少しちょっと周りに気を使ってね、自分のところが良きゃいいっていうね、自分の子供が可愛いけど、可愛いな可愛いんですよみんな、だけどちょっとね、そこはもうちょっと周りと合わせていくっていうね、うん、バランスも考えた方がいいかなと思いますけど、そうですね、はい、はい、ということで前半はなんかそんな話になってしまいましたけどまた後半に続きたいと思います。発明など知的創作活動の多くは実は中小企業によるものです。そんな中小企業の知的財産を企業と共に守りたい、日本経済の担い手、技術立国の立役者、ひたむきにメイドインジャパンを支える中小企業を私たちは心から応援します。パワーオブイマジネーション、方針国際特許事務所。大社ごんちょう、やばい、このままじゃ納期に間に合わないよ。社長どうしましょう。そういうことは部長に聞いてくれたまえ。部長、僕は忙しいんだ、君が何とかしろ。はい、五条でございます。お客様何にお困りですか。はあ、五条に電話してよかった。私たちは代車を売りません。お客様のお悩みを解決するのが仕事です。代車屋五条。鈴木みのりのキャッチナウ。はい、ということで後半なんですけれども、引き続き卒業ということなんですけれども、そうだからね、袴は小学生には贅沢じゃねえかっていう話、はいはいはい、ね、はい、そういうことなんですね、うん、まあまあでもそれはまあほぼ皆さん合意じゃないですかね。ちょっとは過度じゃないですか。でもね、中にはね、うん、個性なんだからとか文化なんだからいいじゃないかっていう声と、うんうん、あととある番組のキャスターの方が小学生の小学校の卒業式で個性発揮して何になるんだっていう辛辣な意見もなるほどね、なるほど、卒業式で個性発揮してどうすんだと本末転倒みたいなね。それはそうだね、確かにそれはなんか言えてるの気がします。はいはいはい、あれでもさ、こんなに袴はどうかって言っときながらあれだけど、宝塚っていいよね。宝塚って全員お揃いの、あの、はいはい、ね、はい、普通の学校じゃなくて全員お揃いのやつ履くじゃん。そうですね、はいはい、いやー、ああいうね、宝塚みたいなね人たちがいきなり宝塚来ましたけど、うん、はいはい、和装で式をやってくれるっていうのは我が国の誇りだな、はい、ちょっとそこはいいんですね。もう最高、そこはいいんですね。まあ、もうあれはもう年齢もね、あれですし、いやいや、もうね、宝塚卒業するときは袴以外着ないし、まずその規定としてね、そしても日本人としてもどうぞ袴を着てくれと。だってあの人たちは本当に羽つけることになるじゃないですか。うん、まあそうですよ、そういうね、舞台でね、そうですよ、そうですよ、そうですよ。宝塚見たことあります？舞台は。あります、あります。
すごいですよね。いやいや、すごいもう何も。あのね、いや見たことない方はあれかもしれないですけどね、レビューっていう ね、すごいすごいです、跳ねつけて。あの私行った時はそんなにいいお席取れなくて、はい、まあちょっと見にくいようなとこだったんですけど、それでも感動しましたね。やっぱりあのすごいですよね。その人あのトップが誰が好きとかいうのなく行ったんですよ、はいはい、全然右も左も分からず行ったんですけど、はい、あの全体美というんですか、うん、全体でも美しいですよ。美しい、うん、いやいい、ね、いや、まあ、あれも文化ですからね、まあ、今回もねなんかあの有名人の娘さんがね、うん、卒業されましたけど、あそうなんですね、はい、修造さんです、ね、修造さんの、あもう卒業ですか、だって2年だもんね、早いね。そうなんです、そうだよね、なんとでも修造さんの娘さんってうちの、 あの娘の後輩でして、嘘、ええ、あの言っていいのかな、あの某学校のミュージカル部の後輩なんですよ。で結構あの仲良くさせていただいたりして、はい、あの非常にあもうテレビで見てあなんか大きくなってよかったねみたいな親心みたいな気持ちにもなっちゃいまして、素敵素敵、いやなんかよかったみたいな気持ちになっちゃってですね、まあ一言じゃないんですよね、素敵ですね、なんかね、まあ、そういうことでいうとあの宝塚の学校もねすごく素敵な学校だと思いますよ、うん、私もし日本の学校に行けてたら、うん、来たかったな、あですよね、うん、そうでもあなたはこれアメリカの、ね、大学卒業するわけ、うん、したわけですから、うん、当然まあ僕らのイメージとしてはイエーイみたいな感じで、そうね、あの葛藤ね、 あります、あります、文化としてはあるんですけど、はいはい、私が行ってた高校も大学もあの帽子って上真四角なんですね、はいはい、あれをこうして被ってるんですけど、はいはい、これねこうピョンってこうリボンね、あれだから四角だから、はいはい、角が目に当たると危ないっていう理由で禁止なんですよおかしい投げるのが、いやだって絵的になってそうなってんじゃないですかみんなあれ売りみたいなものあるじゃないですか、でも禁止な禁止っておかしいでしょだって危ないんだもんじゃああれは撮影用にやってるだけなんですか、そうあれね多分やらせやらせとは言わないけど多分やっていい学校もあるよ、そうだやっていい学校もあると思うんだけど、はい、うん、どうなんだろう、私が行ってた学校だけかもしれないね、はいはい、あの高校と大学ね、はいはい、だけどその式典が終わって、はいはい、外で写真撮影したりあの芝生の生えてるキャンパス の屋外ね、はい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 、そこで友達同士でわってやるっていうことは、まあ、まあまあまあダメだよと言いつつ文化としては黙認されてるんですけど、映画のワンシーンみたいな卒業おめでとうってその講義室みたいなところで言われて一斉に全員がバーっていうのはマジで危ないから禁止、うん、いや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 おかしいよねでも300人があんな結構硬いこれを投げて、ね、投げてその落ちてきたら落ちてくるって考えると、まあ確かに危ないっちゃ危ないっちゃ危ないね、結構みんなテンション上がってるから勢いよくさーって投げるからバーってね、そうだからあれ上にこう四角い何か板みたいなこう形取って形を作るための四角い何かが入ってるから硬いんだ、そうあのね、あ硬いんだ、子供の時下敷き投げたらそんなことあるでしょ、はいはいはい、ブーメラン的な、ブーメランってね、あんな感じで飛ぶんですよ、結構飛ぶよね、だからくるくるくるって上までパーンって上がるんですけど、だあれね危ない、危ないんだ危ないってそれで投げてもないし袴も着てなくてで、それを友達同士でわーみたいなことをやりましたよ、はい、私も当然ね、ただね、うん、あの帽子を取っちゃうとどうなると思います、分かんないです、どうなっちゃうんですか、美容室で座ってる人みたいになるだけなの、あの黒い雨がガウンなんだけど一応、ね、ポンチョみたいな感じのね、そうあのハリーポッターみたいな、ハリーポッター、そうだけどね、そんなね、あのね、卒業式ってあのガウンにこういろいろいろんな学校があるんですけど、ガウンの下に何かをつけるっていう人もいるんだけど、こう成績が良かった人にこうバッジが与えられたり、帽子につける人もいるんだけど、あとこのタッセル、ここからこうピロピロって出てるでしょ、あれにそのなんて言うんだろう、私だったら08とか09とかその卒業年度の金属があって、そこの下からこうビロビロが出てるわけですよ、タッセルがね、だからいろんなメタルがついてるから危ないですよ危ないよそれ、確かに危ない、あそうなの、危ないし、私はそのあのケープ自体はね、ガウン自体はね20ドルぐらいなんですよ、あ意外に安い、安価なものなんですよ、下普通の普段着とか、まあ普通の男の子だったスーツとかを着てあれを着るんですけど、あれ自体はそんなに高いものじゃないんです、学校の売店でみんな式があるから、はい買ってね、はいこれこれこれみたいな、あそんなレベルなの、カッパ買うみたいな感じだ、そうそんな感じ、
そうだってもっとすごい学校もあると思いますけど、私は公立の学校だったんでそんな感じだったんですよ、うん、だからね帽子取っちゃうとね本当にねなんだこりゃみたいな意外に寂しい状態になっちゃうね教室じゃんあの帽子があってこそのみたいな、いやあってこそですよ、あそうなんですね、そうだ、まあ、卒業式といえばそんなイメージかな、か映画でね愛と青春の旅立ちでしたっけ、なんかこう帽子パーッつってこう、うん、その映画知らないけど切ないねさっきからなんか時代のちょっとギャップを感じるようになりましたねさすがにね、でもあれですよ日本の防衛大学ってあるじゃないですか、はい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 、防大、はい、防大やありますよね、で防大バーンってこういう帽子でしょ、あの四角の帽子じゃなくて普通の丸いね、あれですこうバーッつってね、あれを投げるのも本当は危ないからダメって言われてるらしいですそうなの、ただやるけどなんかそんな危ないのあれも、もうだからやっぱ唾が硬いんじゃないですかあれもいろいろなんかメタルついてそうだし、いやそれはさ膨大の人は避けようよ、そうやね膨大の人はなんか大丈夫だね、だってさ膨大、うん、の人が危ないからやめるってなんか国防だよ、ね、はっってやってほしいよね、なんかサササってやってほしいか、かスッと避けるとかさ日頃訓練してんだからそこはどうだろう、当たった怪我したってのは違うんですよ、やめようよそれは、やっぱりあれだよ災害が起こるようなことを未然に防ぐから一流の国防人、うん、はい、お大変なことを引き起こしておいて避けるのは二流ですから、なるほどねそうですよ、面白いねそれ、きっとそうだきっとそうだきっとそう、いやきっとそうだきっとそうだ、うん、膨大やっぱねそこまで考えてるね、考えてる大したもんだよね、世の中いろんな卒業式がありますよ ね、 卒業式いろんな卒業式の話でね、うん、終始してしまいましたけど、まあどうですかね、まあ、卒業式っていうね、まあこれは世界各国やっぱりあるわけでしょ、卒業式っていうのはあるんじゃないですかね、私はそのアメリカの文化しか知らないですけど、ね、うん、まあやっぱりこう一つの区切りとしてね卒業式っていうのはあると思いますし、まあ、社会人になると意外にこの卒業式っていうのはないでしょ、そうですね、入学式だのなんだもないし、入社式が最後の式ぐらい、社会人入ったら退社式ってないですからね、退社式ってないですよね、退社式ってないでしょ、ないね、そんな身内っていうか同じグループの仲間でお花渡したり送別会やったり、まあ送別会みたいなのあるんでしょうけど、退社式ってないんで入社式までですよね、え本当に入社式以外全員が参列するものってないですよね、まああとはお葬式ですかね、あ結婚式とかね、あるな結婚式、いやもう本当嫌だでもそれもほら個人差があるじゃないですかはいはいはい、全員がやっぱり等しくやる式って、はい、あもうないですよね、つうか入社式 ある会社ばかりでもないのか、もしかしたら、いやどうかな、例えばベンチャー系の企業とかだったら、うん、はいはいはい、若手懇親会とか行って入った日にわーっと何かやるっていうことはあったとしても、はいはい、うん、式典みたいな、あ式典ですか、だってえ社長含めて5人ぐらいの会社とかだったとしましょう、はいはいはい、例えばね、はい、やってましたようち、本当ですか、うん、例えば具体的にはその、いやだからちゃんと司会がいてでみんな椅子に座ってで入社する人も椅子に座って社員がバーって後ろ座ってでそれでは社長よりみたいなことパッパッて言ってで、こう事例こうよろしくお願いしますって新入社員が挨拶して先輩が挨拶して頑張りましょうっつって終わるみたいな、憧れる、私アメリカの学校に卒業して日本の企業に就職したのが7月とかなんですよ、あ、はいはい、卒業が5月だったんで、うん、とか入社式出てなくて出てないの、事例みたいなやつ、うん、これね、うん、あれレターパックで送られてきたやつだった、なんだこれレターパックなんだ、 そこに初任給書書いてあって、それちょっと切ないな、そうなの、そうわざわざ初任給書いて送ってくれたんだと思って、ああそうなんだ、いやでも寂しいもんですよ、まあ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 でもね、そういうまあ入社式っていうものがあるかどうかは別にしてですよ、まあそういう式ってね、まあいいですよね、いやいいですよ、やっぱ節目ですからね、卒業式出てちょっとしんみりしましたけどね、うん、気持ちはね、はいっていうようなことでございました、はい、今月はこれぐらいかなっていう感じでございま す、ね、まあ、いよいよこれから春ですから、はい、春ですけどね、来月はまたね春らしい話題を、ね、いいですね、ちょっとしていきたいかなと思います、はい、ということで、後半も終了ということで、はい、ありがとうございました。メロワークスは東京、埼玉、神奈川を中心に関東で50店舗のカラオケボックスを経営しています。全店ドリンクバーが無料でつき、地域最安値を実現。一人カラオケも大歓迎。
子育て世代にも優しい特典があります。大手カラオケボックスにはない温かさで皆様のご来店をお待ちしています。お客様に廉価で楽しい時間と空間を、それがメロワークスのモットーです。スモールさんは1600名に上る中小企業経営者と10名の専門家たちが共に学ぶ知的サポートネットワークです。月2回ニュースが配信され、そして全国にゼミが組織され、毎月勉強会が行われています。入会ご希望の方はホームページからどうぞ。鈴木みのりのキャッチナウ。はい、ということで今月も終わりますけれども、いやー楽しかった、楽しかった、またベラベラ喋っちゃったなんかねちょっとラジオっぽいというかね、なんかあれだね、まあ、DJ っぽい感じになってきてるね。もともとね、まあまあもともとね、そういうことですけどね、まあ好き勝手喋ってね、まあよく30分まあ、好きなこと言うっていう番組ですから本当もし最後まで聞いてくれている人が今回もいたとしたならありがとうございます。ありがとう、本当にね、まあ、いらっしゃるんじゃないですか、うん、何人かはね。来月は4月なんでですね、なんかちょっと新しいこともやろうかななんて思ったり思わなかったり。何新しいこと、いや分かんないです。何ですか、いやいや今ちょっと口からびっくりした今、いやいや私今めちゃくちゃドキドキしたから、ね、え何新しいことやるの。いやまたほらだって来月になったらね、あの腕がどうなってるか分かんないじゃないですか。そうだから私は今月の間に死ぬ気で、うん、そのノルマを達成しないと早くも罰ゲーム確定だから、ね、そうですよ、いや必死ですよ僕ね、腸にやっぱ言ってますから今ね、英会話任せます、うん、もう頑張ります、ね、いやでも楽しみですよ11月が、ね、結構さっきテキスト見せてもらったら結構高度なレッスンを繰り広げてまして、まあ素敵ですよね。そうですよ頑張ってますよ、はい、ということで、じゃあそんなことで、そんなことで今月は終了ということで、はい、それでは皆さんごきげんよう、またねー。